さあどうも、綿抜きです。またね、今回も恒例の東京駅に来ているんですけど、これからどこに行くかっていうとね、そう、これから茨城県のつくばまで行きたいんですね。で、つくばに行く手段っていうのが、まあ基本的にはね、つくばエクスプレスで行くのはいいと思うんですけど、つくばエクスプレスがね、できる前は高速バスがかなりの本数走っていて、で、まあ現在もね、減便はしましたけども、それなりの本数が走ってて、鉄道とね、バスが競合している区間なんですね。それで思ったんですけど、以前ね、新宿から甲府でね、鉄道とバスで一番安い手段はどっちだみたいなね、動画を上げましたけど、今回のね、この東京からつくばっていう区間でもね、かなり興味深い結果になりそうなんですね。ということで一番安い手段がね、どんな風になるのか調べていこうと思いますので、早速やっていこうと思います。で、行きはどうやって行くかっていうと、まあ、鉄道とバスでね、行き方があるんですけど、行きは鉄道で行ってみますね。ただ東京からつくばエクスプレスは出てないんで、つくばエクスプレスに、ね、乗れる駅までまず移動します。つくばエクスプレスは秋葉原から出てるんですけど、で、目の前の東京駅から電車に乗るわけでもないんですね。ちょっとね、後ろの方に回って移動していきましょう。ではね、東京駅から後ろの方に歩いてどちらに来たかっていうと、ここですね、千代田線の二重橋前駅、ここからね、メトロ千代田線で移動していきます。というのもね、つくばエクスプレスに乗れる駅が、まあ、秋葉原から出てるんですけど、秋葉原の他にね、もう一つ一大ターミナル駅、北千住駅からも乗ることができるんですね。で、つくばエクスプレスはどうしても運賃が高いので、乗る区間を少しでも短くして、北千住から乗って運賃を安くしようという作戦ですね。で、まあ、北千住っていうとね、別に JR でも行けるんで、東京から北千住行けばいいじゃないかって感じですけど、で、 JR で東京から北千住に移動すると運賃は220円、で、それに対してメトロで移動すると二重橋前か、それかまあ隣の大手町でもいいんですけど、大手町から北千住は運賃が200円なんですね。なので20円安くなると。しかもね、私の手元には今これがあるんですね、東京メトロ土休日回数券200円区間ということで、まあね、東京駅の近くの金券ショップ見に行ってみたところ、この土休日回数券170円で買いました。まあこんな感じで、確かに170円のレシートですね。まあ、30円しか、ね、安くならないんで、わざわざ歩いて、ね、30円節約するために行くかっていうと、それは、ね、わざわざ無理しなくてもいいと思うんですけど、極限まで最安値を追求するとしたら、今日土休日なんで、土休日で土休日回数券を金券ショップで買って170円で東京から北千住に行くと、多分とりあえずこれが一番安いでしょう。じゃあ、まあ早速ね、駅の中入っていきましょう。やっぱね、二重橋前は結構落ち着いてていいですね。次が10時53分の綾瀬行きですかね。一応徒歩の歩く時間とかかかっちゃってますけど、所要時間はね、一応ここの乗る時間からカウントします。では北千住で下車しました。ここでもね、改札を出てちょっとお買い物をしに行きます。ここですね、ミルディス方面改札から出ています。すぐ目の前にまた金券ショップがありますね。ただ、じゃあここでちょっとね、トラブル発生ですね。つくばまでのね、土休日回数券870円となってたんで、買おうと思ったんですけど、なんと土休日品切れということで、まあ、ただね、まあ一応乗り換え時間まあまああるので、北千住には金券ショップいくつかあるんで巡って、なんとしてもね、土休日回数券をね、入手しましょう。で、ちょっとね、2店舗目の金券ショップ、ちょっと3、4分歩いたところなんですけど、無事にね、買いましたよ。こちらですね、北千住つくば土休日回数券、値段がね、830円でしたね。やっぱり駅から離れる分ね、値段も安くなるんですね。なので、さっきのメトロの回数券と合わせると合計1000円、だいぶね、安いですね。だって乗り換え案内アプリで東京つくばをね、検索すると、まあ、こう1番目に東京北千住経由出てくるんですけど、これだと1270円なんで、そこから270円もね、安くなりましたね。乗るつくばエクスプレスですけど、まあ到着から14分の乗り換え時間を持って区間快速に乗ろうと思ってたんですけど、それにはね、乗れなくなっちゃったんで、ただね、その次11時41分発、まあ、乗り換え時間は30分ぐらい、空いちゃいましたけど、まあしょうがないでしょう。ただこれは快速なんで、一番速い列車なんでね、結果オーライですから、値段も安くなって速達列車に乗れるということで、ではとりあえずつくばエクスプレスの駅に移動していきます。つくばエクスプレスですね、入っていきましょう。さあ、では11時41分発の快速つくば駅ですね、これに乗車していきます。
終点のつくばに到着しました。時刻が今12時15分ですかね。とりあえず改札の外に出てみましょう。さあではつくば駅の改札の外に出てみました。すぐそこにねつくばセンターのバス停があって、そこからね高速バスも発着してます。でちょうどねこう出たと思ったら、この目の前にね回数券の自販機がありましたね。ここだと北千住の土休日が850円なんで、やっぱ北千住で買った店安いですね。で他に時差回数券930円、普通回数券980円ってありますね。で今回かかった値段の復習ですけど、メトロが170円とつくばエクスプレスが830円、合計1000円、両方と休日回数券利用ということで、思ったより安かったですね。これがね東京駅からつくばの方面に向かう場合の一番安い値段だと思います。まあ私調べなんで、もしかしたらねもっと安いのはあるかもしれないですけど。で土休日限定になっちゃうんですよね。で平日だといつでも使えるね普通回数券が980円だったんで、それとメトロはね平日の普通回数券扱ってなかったんで、普通運賃200円でいくと1180円、まあ平日だと1180円かかると思います。あとは時差回数券、日中のそれが使える時間帯だともう少し安くなって、まあ、1100円程度だとは思いますけど、そのくらいの値段で移動することができます。で肝心の所要時間ですけど、二重橋前からここまでで1時間22分ですね。まあ、今回北千住でかなり時間が空いちゃいましたけど、代わりにね東京駅付近で金券を探している時間とかは入ってないんで、まあだいたい平均してねこんくらいになるとは思います。でね帰りの最安値がねまたこのルートかと思ったらそうじゃないんですよね。まあねすぐ帰ってもいいんですけど、ちょっとねこの周辺でねまたちょっと行きたいところを紹介して、それで帰りのルートにねまた移りますね。でやってきたのはこちらですね、地図と測量の科学館ということで、国土地理院がやってるとこなんですけど、ここにね結構地理関連の展示がいろいろあって、まあ、鉄道要素はほぼないんですけど、地理が好きな人はねぜひね一度来てみてほしいなってところですね。まあ、こう路線バスで来れなくはないんですけど、全然ね本数が 2,3 時間に1本とかで全然ないんで、まあ、私はタイムズカーシェアの車で来てしまいましたけど、まあねぜひつくばに来たら寄ってみてください。ということでね帰りのバスのね場所に移動していきます。さあでは帰りですね、高速バスのつくば号に乗るんですけど、つくば駅のねつくばセンター停留所からでもいいんですけど、せっかくなんでね始発停留所つくば大学に来てみました。でここから時刻表がね出てますね。次が13時45分発ですね。で運賃なんですけど、ここに書いてありますね。そう現金運賃1200円なんで、まあ、1200円だとねつくばエクスプレスで行くのとあんま変わんないですけど、この IC 運賃、下り1150円、上り820円ということで、上りっていうのが東京行きですね。これだけねめちゃくちゃ安いんですよね。まあねこの運賃なんですけど、上りの方が高速の渋滞に巻き込まれて遅れやすくて、利用者が少ないからまあ思い切って、値下げしたっていうことなんですけど、これね果たしてね遅れの状況実際どんな感じなのか気になるんで、まあ、乗ってみることにします。いやーでも筑波大学ってめちゃくちゃ広い大学で有名ですけど、本当に広いですね。今筑波駅から路線バスで来ましたけど、もう大学の敷地内にバス停がものすごい数ありますね。とりあえず、筑波大学中央というバス停がこの高速バスの筑波大学バス停になってます。まあ、とりあえずそこの奥の方にね JR バス関東のバスが止まってるように見えるんで、時期にね来ると思います。よしじゃあ乗っていきましょう。では終点の東京駅日本橋口で下車しました。時刻は15時14分なんで、本来ね土曜日の時刻よりも、7分ほど早く着きましたね。まあ、今回ね渋滞にわずかに巻き込まれましたけど、本当に数分で抜けたっていうのと、
途中のヤシオのパーキングエリア、あそこで降りる人がいなかったので通過になったっていうのがね、早く着いた要因かなと思います。なので筑波センターのとこからの所要時間は1時間14分なんで、行きのね鉄道ルートの1時間22分よりなんとね早く着きましたね。この筑波号結構時間かかると言われてますけど、まあまあまあこんくらいの速さだったらね、で座席も快適ですし、乗り換えもいらずに東京駅まで直で来れるっていうのはね、鉄道にない強みですからね。この筑波号、これもまた時刻が平日と土曜と休日で3段階に分かれてて、まあ、平日が浅草駅上野駅を通るのと、あと渋滞があるのもね考えられてて、この便だと15時35分着の予定で、土曜より14分ね、遅いですね。で土曜が15時21分着予定で、休日15時11分着予定。ただ休日の、ね、15時11分ちょうどに着くのはなかなか難しい気がしますけど、まあ、平日のダイヤだと、途中停留所があるんでね、今回より時間はかかると思いますけど、ただ帰りはねもう曜日に限らず820円ですからね、まあ、こう東京を起点に考えた場合ね、行きは目的地に、ね、着く時間とかが時間通り着く必要がありますから、鉄道で行って、で帰りはねゆっくり座って寝ながらね、まあ、多少の遅れは気にせずバスで帰ってくれみたいなので、そういった使い方を前提にしたもうバスの便なのかなと思いますね。まあ行きの便もそれなりに利用者はいるんだと思いますけど、とりあえずね筑波から帰ってくる分にはね、とても安くて使いやすいのはこの高速バス筑波号だと思います。じゃあこんな感じで東京から筑波の間の最安値の交通手段を研究する動画はこれで以上になりますので、また次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。